ここは。不思議な場所。まるで空の中にいるみたい。でも見たこともない場所なのに、私どこか懐かしい感じがするわ。ここはあの時の異空の結界の中でございましょう。なるほど、奴の腹に穴を開けて体の外に出てきたってわけだ。誰が。誰が逃げるものか。僕は言ったはずだ。絶対に逃がさないと。チリクズじゃない。心、魂がある。世界をひたすらに悪意で塗りつくし、心を踏みにじり続けるお前を僕は絶対に許しはしない。
今ここで Nidhogg、 お前が紡ぐ悪意の鎖は今ここで立つ。これ以上誰もおもちゃになんてさせない。こんな辛い物語を生み出させてたまるか。この世界の物語にこんな存在はいちゃいけないんだ。ヘドが出るほどにおぞましい邪悪、この場の誰一人貴様の存在を許しはしない。天の憲兵たる我々の正義の鉄槌、その身に刻み果てるがいい。天も正義も語る資格は俺にはもうないが、それでもてめえだけはこの手できっちり滅ぼしておかねえとな、Nidhogg。悪い気持ちはどんな魂の中にもあるけれど、本当は正しさを求める気持ちもどこかに隠れているもの。でもあなたにはそれがない。悲しみを喰らって喜びを得る存在を許すわけにはいかないわ、セーバーよ。行くよ、みんな。聞いてる？ここで一気に！これは誘いだ。乗るなよ。そうなの？ごめん。お前の出番はこの後。
私たちならこのまま。まだこれほどの力を残していようとは。いいや、逆だろ、ニーズヘッグ。お前の力のすぐそばに居続けた俺だからわかる。この力、確かにお前の全力だろうな。そんなもん、常に相手をあざけり続けるのが本能みたいなお前が簡単に出すような代物じゃない。必死になってるやつを指先で撫でる程度の力で殺した方がお前にとっては愉快なはずだ。てめえは全力を出さざるを得なくなってんだろ。つまり弱ってきていることを隠していると。このまま押し切れば勝てるってことよね。
追い込んだ証拠。今さらこんなものに臆するか。まだだ。ビッピー頼むよ。お任せください。いよいよこちらも切り札の使いどころでございます。とくとご覧あれ。ヒグ、解放！神王の雫は聖なる魔力源。使用したものの魔力を爆発的に高めるもの。これだけの力があれば一時的にではあれど。成長後の力、神を乗せて共に戦う神獣への変化が可能。皆様、私の背に。うん。えい。ありがとう、リッピー。これならば足場を気にせず戦いましょう。みんな、これが本当に最後の戦いだ。みんなの全力の一撃を束ねてあいつを倒す。タイミングは
ゼファー、頼んだよ。ああ、任せとけ。しょっぱな決めてやる。続けてくれよ。神獣立碑の戦の力、お見せいたしましょう。すべての思いをもう一度、この刃に乗せるよ。女神様、私の祈りを力に変えて。どうか一緒に戦いましょう。今が勝負時だ。仕掛けるぜ。コメリッピー、暴れるだろうがかわしきってくれよ。お任せくださいませ。撃たれる方向を限定させる。カナ、左側頼んだよ。もちろんよ。何でもどんと来いだわ。来るぜ。
ゴの砦モリハルコンフォート。抜けた、一気に駆け上がれ。了解です。こちらの間合いだ。行くぜニーズヘッグ。長い付き合いだ。てめえのそういう話ももう飽き飽きなんだよ。おとなしくここで消えやがれ。破壊を導く浜の雷炎よ、我がカイナに宿れ。終焉の刻、ベイカントエンド。輝きの門より来たる神の戦球、こぼれ落ちる光を貫け。メツマの即空アポロンズディア。調べを奏でる光、ここに集いてマイチラさん。ファルアーチ。ラストだ、タラン。一緒にお願い。了解でございます。
やった。やりました。これで。これももうすぐ喜びに変わる。まだだ、まだ終わってない。引いて回復を狙おうってところか。追いかけましょう。しっかりつかま。リッピー。深く。戦闘で力が。セバ！逃がすわけにはいかねえよな。あ、これで決める。残ってるね、セファ。錆びついてなきゃな。大丈夫、きっと。行くよ、セファ。
まれるすべて。この一撃にごめん。お互い使い果たしちまったな。このまま雲の中まで落ちたらもう見つけられないだろうな。ったく、どうしてお前は飛び出してきたんだ。お前は光栄だろうが、危ない橋を渡るんじゃねえっての。相棒がよく無茶するんだよ。そのサポートばかりしてたからさ、自然にこういう風になっちゃったんだと思うよ。なるほどな。そいつは無茶ばっかりするバカ野郎だ。捨てとけばいいのによ。そういう風にはできない性分なんだよ、みんなね。そうだな。だからやめてよね。その自分の翼の魔力の残りを僕に渡せば僕だけなら飛べるみたいな考えはさ。お前、本当お前にはかなわねえよな。
じゃあどうするよ。魔力はないし翼もない。自力じゃ全く動けねえな。だよね。だからできることは一つだよ。ゼファーだってわかるだろ。まあな。ほんとみんなそういう性分の連中だからな。帰ろう、リアフィースに。うん、みんなで一緒に。でもどうやってここから出たらいいのかしら。そうだな。それじゃあ結界を作った本人に聞いてみればいいさ。かな。私の中にはもういないし。お前の中にはな。だが、はっ、なるほど。カナ様、私たちの中には異空の女神の力が残っておりますよ。ここにずっと残っていたんだ。きっとカナが聞いたら答えてくれるよ。そうね、女神様とっても優しいもの。やってみる。ここは、あの遺跡から少し離れた平原、リアフィースでございます。帰ってこれた。私たちみんな無事に帰ってこれたんだね。緑だわ、綺麗。
風の感触、草の匂い、青い空、山が見える、蝶々、花の色、色がいっぱい。これからはいっぱいいっぱい見れるよ。どこにだって行けるんだから。うん、嬉しいわ。私とっても嬉しいの。この景色が見たかったんだ。いろいろ全部すっきりしたよ。ズファ、皆さん無事で何よりです。オーネ様、お兄ちゃん、ニーズヘッグの魔物と戦ったって聞いたけど無事だったんだね。ああ、サラも無事に目的を果たしたようだな。よかった。邪竜の討伐、大義でありました。ありがとうございます。天界と地上のみにあらず、リアフィースという世界そのものを笛と導いていた存在、闇に隠れながら苦怨の時間、這いずっていた悪を滅ぼしたことで、この世界の未来は新たな道へと進んでいくことでしょう。皆の正義の思い、平和を願う心に心から礼をさせていただきます。カナ、あなたの強い意志と祈りがなければ、この世界は永遠に邪竜に踏みにじられたままだったでしょう。私はそんな難しいことは全然考えていなくて、ただみんなを助けたいって思っていただけなの。本当にただそれだけなの。そんなただの思いこそが皆を、世界を救ったのです。誰もが願えるような、人が人を思う、ただの思いにそれだけの力があると、あなたは示したのです。それは、それってとっても素敵なことね。リッピ、過酷な役目をよくぞ果たしてくれました。いえ、この成功は忠義あればこそでございます。
忠義は自分のみでは成り立たず、立てる相手があってこそのもの。命を懸けて尽くそうと思える存在である皆様がいたゆえに、私は大きな力を発揮することができたのです。ですから、結局のところ全ては皆様のおかげというわけですね。謙遜しますね、リッピー。皆もあなたのおかげと思っているのですよ。恐悦至極に存じます。サラ、人の身でありながら過酷な運命によくぞ立ち向かってくれました。確かに過酷だったかもしれません。でもだからこそなのかな、大切なものにいっぱい出会えました。だから私、この冒険ができてよかったです。あなたは苦難を前にしてもそれを冒険と呼んで明るく立ち向かっていく、その明るい心がずっと皆の支えになっていたのですよ。嬉しいです。素直にそう思います。そしてリリウム、天の兵、御使いとしての戦い、ご苦労、特にあなたにはどれほどの感謝と賞を尽くしても足りません。あなたはいかなる困難にも負けることなく皆を導き、その胸に灯し続けた正義の光を持って世界を救ってみせた。まさに救世主と呼ばれるにふさわしく、御使いとしても称えられるべき存在です。もったいなきお言葉です。はい、なんだよ、照れんなよ、締まらないな。まお前らしいけどな。お前は本当にすごいやつなんだ。しっかり褒められて喜んどけよ。威張ったっていいくらいだぜ。それじゃ、身に余る光栄です。本当にあなたらしいですね。リリウム、あなたもよく。女神レオーネ様、お言葉を賜う中、ぶしつけながら任を拝命した際の約束を守っていただきたく思っております。リリウム、あなたの望むものを与える約束でしたね。はい、すぐにでも。わかりました。あの印は時空の鍵。
綺麗な扉だけど。この扉は天界の牢獄、正常への冥獄へとつながっています。そこは打診がその罪を魂から拭うための場所。魂に刻まれた罪の分だけ聖なる炎に焼かれるのです。それは永劫にも感じられるほどの苦しみを与えるでしょう。リリュウ、あなたの魂をここへの流刑に処します。これがあなたが望んだもの。私がトガ人であるあなたに与える神罰です。ありがとうございます、女神レオーネ様。そんなのってないわ。ちょっと待ってよ、デモン。そりゃそうだろう。俺が何をしてきたかを考えれば、こんな罰だって本当に足りるのかわからないさ。なかった。だからって、せっかくまた会えたのに。俺の罪は全部自分でやってきたことなんだ。それは死んだって消せない。どうにも償えないほど大きくてひどいもんなんだ。だから彼を許すことはできません。レオーネ様。遥かなる時間、闇の先兵となって世界を揺るがし続けた。人の世界の罰だ。リリウムを裁くことのできるものはない。ゆえに神の裁きである神罰を彼に与えます。罪に汚れた魂が浄化されるまで永劫とも感じられる時間となることでしょう。それがあなたの望む重さの罰です。ニーズヘッグは倒せたし、お前たちの力になることもできた。カナもこうして救ってやれた。これですっきりだ。だからせっかく助けてくれたお前たちには悪いけど、けじめをつけさせてくれよ。弱さに負けて自分勝手を振りまいた奴はこうでもしなきゃならないんだ。
約束はどうするの？そいつも悪いな。果たせない。決めたことだ。だったら私も一緒に行くわ。お前むちゃくちゃだぞ。バカ言うなって。こいつは罪人の行くところなんだ。お前が入る理由なんかないだろうよ。罪ならあるわ。あの時助かることを諦めてしまったのが私の罪よ。またよくわからないこと。私自分で言ったこと全然ちゃんとできてなかったの。誰かを犠牲にして進んでいきたい旅じゃないって言ったのに、自分だけはいなくなってもへっちゃらだって思ってた。自分がいなくなることでこんなにも大切な人を傷つけてしまうなんてわからなかったの。かな、始まりを生んだその傷は私の過ち。ゼファーが自分の弱さを責めるなら私だって一緒なんだから。だからお合子にしましょう。ゼファー、そいつは無茶な理屈だよ。ごめんな、カナ。サラ、リッピー、カナのことを頼むよ。見守ってやってくれ。いやです。はいなんて言えるわけないじゃないですか。そうだな、悪い。ゼファーさん、私だってこんなお別れ嫌です。自分で見守ってあげてほしいです。それは無理なんだ。どうしてもでございますか。それはもうどうしようもないことなのですか。リッピー、もしお前が俺と同じことになったらどうする。そのような例え話はずるいです。わかるだろ。レオーネ様、どうかその神罰。
彼が受けるべき時間の半分を自分に分けてもらえませんか。お前まで無茶な理屈を言い出さないでくれよ。俺がどれだけバカなことをしたのか分かる。お前、理屈じゃないんだ。もしゼファーが僕の立場だったらどうする。そいつはずるい例え話だな。もしあの時逆の場所に立っていたなら。自分もゼファーと同じ道を選んでいたかもしれない。僕たちの場所はほんの少しの違いでしかなかったよ。君だけにそれを背負わせることはできない。答えが出ないようなら、それを導くのもまた私の務めでしょう。罪をも分け合おうと、それがあなたの救世主の思いなのですね。ならば、世界を救った救世主の思いです。その優に報いる恩賞として、与えなければならないでしょう。レオーネ様！なら、私も！まったく、あなたたちは。リリウム、あなたのしたことをなかったことにはできません。正常への冥獄への流刑は執行します。それはあなたの犯した過ちの報いです。依存などありません。御心のままに。ただし刑の執行はあなたが今世での生を全うしてからとします。この生は地上にて人を助けることに尽くしなさい。償いきることはできません。それでも心折れることなく、ただひたすらに世界のために償いの旅を続けなさい。あなたは彼の旅を助けなさい。
リリウムへの神罰、償いの旅を共に歩むのです。レオーネ様、そんな恩情を受けられるような資格は俺には。これはあなたへの恩情などではありませんよ。あくまで救世主の、いいえ、世界を覆っていた闇を払いし救世主たちの願いによるもの。あなたの断罪の願いを叶えるのなら、皆の絆の願いも叶えられてしかるべきです。ゆえに彼らの願いに応えたいと私がそう思ったのです。神罰を望んだのはあなたでしょう。私が選んだこの神の裁定に不服を申し立てるなど見つかりには許されないことですよ。行きなさい、ゼファー。彼らと共に。わかりました。御心のままに。この生を、この世界のために。